月は夜を照らす巨大な岩石で色を変えることもできます。月がなければ私たちはどうなるのでしょうか。暗証用のゴーグルが必要になる。海の潮への影響は。季節は。人間の睡眠サイクルは。あるいは遥かに深刻なことが起きるのでしょうか。これが What if もしだったら。今回はもし月が突然なくなったらについてご紹介します。月は地球に最も近い天体で、地球上のあらゆる出来事を左右する引力を生み出しています。例えば海。もしサーフィンが好きなら月に感謝です。月の引力が自転する地球を引っ張ると海が反応し、地球のあらゆる場所では満潮を、別の場所では干潮を引き起こします。風が波にパワーを与える一方で、潮は波の形を決定づけます。また月の引力は地球を安定させてもいます。というのも、その引力が地球を太陽に対して 23.5 度の角度に保ち、四季と住みよい気候を与えてくれているのです。その住みよい気候が突然失われてしまったら、月がなくなったら地球の自転を安定させる作用もなくなってしまいます。良いニュースからいきますか。週末がだいぶ早く来るようになりますよ。もし月が突然なくなったら、地球では1日がたったの6時間から8時間になります。何百万年もの間、潮の満ち引きと大陸の圧力が地球の自転の速度を落としており、そのため1日は24時間になっています。しかし月の強い引力がなければ、地球は今より3倍か4倍早く回るようになるのです。悪いニュースの番ですね。この速度で自転すると、時速480キロ、時速300マイルの風が吹きます。鳥や虫が生き延びることはありえないでしょう。地上の生命体で最も幸運と言えるのは、深く根付いた植物か、あるいは非常に小さく頑丈な動物です。海流を頼りに生きている海の生物は、海の引力という特権を失うためほとんど絶滅するでしょう。海流は重要な栄養素を海底から海面へ、酸素を多く含む海面の水を深海へ循環させているのです。潮はあるでしょうが、それは太陽によって起こされるものです。9300万マイルも離れているので、3分の1のパワーしかありません。月が急になくなったものですから、海は太陽の方へ激しく動き、破壊的な波を起こし、何千もの人々を死なせ、海辺を水没させます。ここまで来ると、私たちは新たな海流に慣れていく必要があるでしょう。速度を落として循環し、赤道付近の海水を熱く、極地の海水を非常に冷たくしてしまうのですから。海の温度はその地帯の気候に影響を与えるため、この極端な温度差は地上も近しい状態にしてしまうでしょう。太陽と火星や他の近くの惑星が地球に与える引力の影響を強め、地球は様々な方向へ引っ張られ、落ち着きなく傾くようになるでしょう。地球の軸平面は約10度ほど変化し、季節を劇的に移り変わらせ、居住に適さない気候になります。この急激な気温の変化により、ほとんどの作物は枯れてしまいます。北極や南極の氷河が地球を侵食し、ともすれば、赤道沿いのわずかなエリア以外は全て覆われ、人類史上最悪の氷河期が訪れるでしょう。そういうわけで、満月は狼男を引きつけてはしまいますが、それも月がない世界よりはずっとマシなのです。今度空を見上げる時には、月がまだあることを喜んでくださいね。今夜はぐっすり眠って、朝にはサーフィンができますよ。そしてサーフィンする間、このビデオを友達にシェアしてくださいね。コメントと次回のWhat if のご視聴も